YKK グループはとにかく、ハードとソフトと両方をあのどんどん新しいものを作っていかなきゃいけない。で作っていくことがいつもできればあの多分ですね存在することができると思いますけれども、やはり同じものをずっとあぐらをかいて作り続けて売り続けるだけでは良くないと思いますし、そこのところを非常に謙虚に我々は考えなければいけないと思ってます。でそれがそのメーカーとしての使命なので、したがって今日はテクノロジーオリエンテッドなあのバリュークリエーションというキーワードを出させていただいたけれども、それが我々の心底を大事にしていることで、でしかしまあマーケティング の世界あるいはマーケティングの会議ですから、それはもうベースにそのマーケティングのいろいろな、テクニックやら考え方やら全てあった上での話だというふうには思いますが、我々はとにかくそこにテクノロジーオリエンテッドというものをどういうふうに付加できるかどうかというのは我々のキーワード、キーテーマです。